ゆかすファミリーも東京ドリフトフリースタイルやってみた。あんにょん、みんな元気？ゆかチャンネルのゆかです。韓国在住ママです。たまに日本語忘れます。ガラッと変わったライフスタイル、ニュースをつければバッドニュース、失って気づいたプライスです。とりま家族に会いたいです。やっと出てきたよ、ゆう。熱くなってきたよ。インスタで見るバカンスねえ、いつになったらいける。 Stay home、 お供は何？ Netflix、 オンラインクラス、意外とリモート楽しいじゃん。もうちょっとみんなで頑張ろう。もうご飯の時間、動いてないのに腹は減る。このままじゃビキニ着れねえと言いつつも食べ始めてる。よぼせよ、ロハンチ、準備できましたか？ハナドゥルセの清見担当ロハンです。はい、生まれてもう8ヶ月。基本パパにで笑うとママに、笑顔で世界を癒してます、right? ちょっと飽きてきたママの母乳、こう見えてちゃんと空気読んでる。生まれてずっとコロナ流行ってるね。みんなちゃんとマスクつけてる。あま、女の子だけ好きな。メンズお断り、オンリーレイリーズ抱っこしてちゃっかりおっぱい触っちゃう。テヘペロテヘペロ、パンパン、パパの番ですよ。はい、せーの、我が家の芸人すんちゃんです。キヨニエデイはハラです。お腹にサンギョプサルあります。みたいの方にはお見せします。来たい人誰？お礼の料理クラスで多いキムチ作るで、裸でエイフロンやで、奥さんの友達中でね、中国の友達がいるけどね、今まで呼んだことないよね、呼びたいけど呼べないよね。その友達の名前はチンチンです。名前がチンチンです。名前がチンチンです。日本行きたい、ソウル行きたい、ファンミやりたい、友達会いたい、家族会いたい。